僕は今フヌアレンジリージョナルパークの、頂上に来てます。標高688メートル、これがね、実はオークランドの一番高い山でもあります。どうでしょう、後ろの景色。ちょっとね、ガスってて見にくいんですけど、遠くに本当はね、海とコロマンデルが見えるはずなんですが、今日は曇ってます。でもこれはこれで綺麗な景色ですね。さっきからコカコっていうホーダレムクドリの鳥がね、遠くで鳴いてるんですけど、姿は確認できません。綺麗ですね。フヌアレンジの頂上からお伝えしました。